はい、今回はですね、バンキョーさんから発売されている、ゲーミングイヤホン、型番は、G10 ですね。G10、こちらを紹介していきます。はい、まずはセット内容からご紹介します。まずセット内容は、ゲーミングイヤホン、本体ですね。プラグが、こちらは1234、4極プラグになってます。で、その他に、日本語の説明書。あとですね、PC とかで、実況とかやるときはこれ、3極プラグが多分メインに使うんだと思うんですけども、こちらがついてます。で、自分これ使ったときないんですけど、2極プラグっていうんですかね、プラグのここの部分が、2つだけのプラグ、こちらも入っています。で、その他こちらが替えの、イヤホンのこの部分ですね。耳のサイズがこう、合わない方はこれに変えてみてもいいと思います。で、その他にこちらサイズの違う、イヤーキャップっていうのかな、イヤーキャップが、2種類ついてます。これはここの部分ですね。この部分を変えたいときに、替えがついてます。で、それ以外に、こちらですね、収納袋。柔らかい素材の、なかなかいい素材の収納袋がついております。はい。はい。あと、それ以外にですね、こちら付属品として、マイクをこう止める、このクリップがついてきます。このようにですね、こっちの方がいいかな。ここら辺に、紐のところに、うまくいかねえな。紐をですね、このワイヤーを、この中に、入れてあげて、あとはここで、T シャツなんかだったら、T シャツとか洋服とかに、止めてあげるようになってます。ここがマイクになってるんで、ここで音を拾うので、口元に近い部分に、止めてあげられるような、クリップがついてます。はい、それでですね、ゲームイヤホンの、できることなんですけど、ここのマイクの部分、マイク拾う部分で、何種類か、動作によって、操作をすることができます。まずここにですね、音量の調整ボタンがついてます。少し見づらいんですけど、ここに音量調整ボタンがついてて、プラスマイナスってなってるんですけど、これ実際に入ってくる音量ですね。これの調整がここですることができます。で、ここに切り替えのレバーがあるんですけど、こちらがですね、ミュートにするか、マイクの方のミュート、オン、オフですね。で、あとここにボタンがついてまして、これはスマホとかで音楽とか聴くときですかね。曲の再生、停止、あと通話応答、あと通話の終了とか、ここでコントロールすることができます。あと曲の、2回押しで曲送り。で、3回戻しで曲戻しになってますね。ここの、マイクの部分。マイクを拾う部分で、いろいろな操作ができるようになってます。操作に関しては、そのぐらいですかね。特に難しいことはないと思います。で、あと音質なんですけど、音質の方は、普通ですね。なんて言えばいいんだろうな。正直言ってすごいいい音質っていうわけではないです。もう価格が2500円なので、しょうがないといえばしょうがないですけど、どんどん感もシャリシャリ感もそんなにないですね。至ってシンプル。マイルド。普通ですね。価格帯を考えると、この価格帯の中ではやっぱそれでも普通かな。この価格帯の中でも普通な感じで聞ける。音質ですね。悪くはないです。はい。という感じですかね。で、価格がですね、今の現時点の価格だと、Amazon で、
3580円の1000円引きで購入することができます。はい。ので、まあ、ご興味のある方は、動画の詳細欄に Amazon のリンクを貼り付けておきますので、はい。ご興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。はい。まあ、こんな感じです。今回紹介させていただいたのが、バンキョーさんのゲーミングイヤホン、G10 ですね。G10 でした。あと、ちなみにデザインはこんな感じですね。まあ、デザインはまあ好き嫌いがあると思うので、はい。なんとも言いませんけども、デザインはこんな感じです。はい。以上です。